平田観光株式会社は沖縄県石垣市、三崎町の石垣港離島ターミナルに本社を置く旅行代理店である。かつては貸切バス事業も行っていた。石垣島から八重山諸島の島々への日帰りのツアーを中心に八重山諸島内のツアーを企画、運営する。貸切バス創業者、平田鉄造が1972年に平田釣り具店として創業。 その後、釣り船観光をはじめ、離島への観光客の送迎等も行うようになる。小説家の芝良太郎は、1974年に、八重山諸島を訪れた際に、平田釣具店の船で石垣島から竹富島に渡り、片道5000円であったと、気候文集、街道を行く、沖縄、先島への道に記している。海運業としては、1984年には、 船舶5隻を保有するまでになるが、1990年に八重山観光フェリーにすべての船舶を移乗し、その総代理店となる。また、旅行業としては、1976年に竹富島で、1981年に湯布島で水牛車観光を始めるなど、八重山諸島での観光開発を行った。1998年には、 平田運輸株式会社を設立して観光、貸切バス事業を開始。石垣島内で観光用貸切バスの運行を行っていたが、2011年3月をもってバス事業から撤退。ありがとうございます。